皆さんこんにちは、カズくんです。今回は山口県周南市の昭和通りのデザインアームを紹介します。実はデザインアームがある場所はこのバックで天才くんの交差点の近くにあります。こっからは私が紹介するぜ。まずデザインアームに設置しているのは新興電材株式会社の緑塗装の低コストだぜ。デザインアームに塗装された低コストというのはちょっと珍しいと思うぜ。